小春さん1220ありがとうございます。もっち先生にスパチャ処女を捧げます。小田先生50巻手前くらいの SBS で悪魔の実について語る博士が登場するって言ってましたよね。やっぱりベガパンクとか月見博士だと思いますか。ベガパンク有力ですが博士というより科学者ですよね。私は悪魔の実図鑑の作者ありかなと。もっち先生はどう思いますか。どうだろうなぁ。ただこの悪魔の実に関してって皆さんもうかなり上位の興味じゃないですか。歴史の真実を知りたい人間にとって悪魔の実って結局何なんだと。本当に自然物なのか人工物なのかっていうのもあるし、何百年前からそれが存在しているのかとか、で、まあ人々の実モデル2かっていうのを何百年間覚醒しなかったとかって考えると、まあ800年前には少なくともジョイボーイが覚醒してた可能性が高いんじゃないかみたいなね、そういうところがあるんですが、それで言うとベガパンクがそれを説明するとしたら、ベガパンクが不老不死じゃないとなんかこう辻褄合わない感じもするんですよね。ただベガパンクはバルジモア出身で、まあ今現在どうなってるかわかんないですけど、こっからずっと生き続けるのかもしれないですけど、少なくとも800年前に生きてた科学者がそのままずっと生きてるって感じじゃないんですよ。幼少期のベガパンクは心の優しい子だったとか、島暖房システムみたいな島を丸ごと温める装置を作ろうとしてたとか、そういうのがいろいろあるんで、少なくとも不老不死ではないと。で、今50歳なのか80歳なのか、まあわかんないですけど、そのぐらいの年齢でしかないっていうね。それが悪魔の実に関して、まあまあ血統因子とかの第一人者なんですけど、悪魔の実を作った人とかなんかそういう感じではないよな絶対に。ただだからといって、じゃあ月見博士に関しては、博士って言ったら月見博士ですけどね。いやーでもわかんねえんだよな。エネルのスペース大作戦の、まあ、カラクリ島の、まあ、月見博士っていうのが、まあ、でも亡くなってるよな、あれな。餅を喉に詰まらせて、亡くなっちゃってるから博士に説明してもらうことは無理か。ひらがなのカラクリ島とカタカナのカラクリ島とかさ、月見博士何者なんだと、ベガパンク何者なんだと、そこマジでガチ考察案件のやつなんだよな。結局まだ分かってないし、同じものでいいのかな、カタカナとひらがなの違いって。あれ悪魔の実の図鑑の作者だから、やっぱり空白の100年とかそれよりももっと前とかね、太古の昔なのか、その辺悪魔の実っていうのを最初に誰が作ったのかとか、どうやって生み出されたのかとか、その辺を語るときに、明らかになるものなんじゃないですかね。そうだよな、その実際に作ったやつ以外が語る悪魔の実の真実って真実じゃないというか、それこそエニエスロビー編でカクとかジャブラとかその辺で悪魔の実の話、いや近づけんな近づけんな、近づいたら爆発してしまうだろうみたいなので、いやそれは悪魔の実を実際に2つ食べたものの例だろうみたいな、情けないジャブラメみたいな、すでに解明しているとかっていう話もあったり、であとは真実が定かじゃないじゃない、どこまでこいつら知ってんのかっていうのが。であとね、メラメラの実を争奪戦の時にドレスローザ編で悪魔の実食べたやつで死んだらなんかこう回るみたいなさ、3つのこうなんか絵みたいなあって、こういう風に言われてるみたいなさ、でお前本当のこと言ってんのかお前とかね、本当に作ったやつとか、それこそベガパンク級の知識持った誰かが説明してくれてねえと信じていいのか分かんない描写になっちゃうんだよね、あれね。メラメラの実の時のあのモブが説明してくれてたんですけど、あの悪魔の実のメカニズムというか、悪魔の実のルーティーンというかね。まあ結論としては、空白の100年、悪魔の実が最初の1個、旧約聖書とかのオマージュになるのかね。アダムとイブとか、王子アダム幼児イブとかもありますし、知恵の実とかね、その辺も込みでのエピソードがね、もしかしたらあるんじゃないか。その時に分かる科学者なのかね、その時に出てくるんじゃない。ネルさん、1220ありがとうございます。こんばんは。時々の実の能力という言葉ではなく、時々の能力という言葉が使われていることに違和感を感じていて、この考察をしました。昔滅んだ王国の人たちは特別な種族で、生まれた時から何か能力を持っていたと考えました。その中にイム様もいて、イム様は人を実に変えてしまう能力だと思います。ドレスローザ編のホビホビの実とリンクしていると思うんですが、シュガーの頭の王冠とかもイム様と似てるし、いろいろあるけど、文字数が。この人が言わんとしてることはなんとなくわかるし、結構、しっかりしてる感じがしますね、根拠の揃え方が。時々の実の能力者っていう表現じゃなくて、時々の能力、熟々の術とか、そんな感じで表現されていることがある。だからこそ何者かがその能力を持ったやつを悪魔の実に変えるっていう力を持っている。その証拠にホビホビの実、イム様とシュガーのリンクっていうところで、シュガーが何をしてたかっていうと、おもちゃに変えるっていうことをしてたっていうことは、それのリンクでみたいな。俺がよく考える順番に近いというか、
小田先生暗示っていうこととかリンクっていうことを絶対に使ってるから、こっちの答えを出すためにこっちを考えるみたいなね。この人がいろいろあるって言ってるのが多分そのリンクがいろいろあるんだよね、ドレスローザ編に。そっから難しいのがどういう風にワクワクに持っていくかみたいなね。そのこう綺麗なリンクっていうのを考察動画として出すのも普通に面白いんですけど、じゃあ何が知れるんだみたいなね。イム様の正体なのか、最終回の展開なのか、もう一つの人々の身なのか、イム様の悪魔の身なのか、マリージョの国宝なのか、そっちの方に焦点を持ってって、俺だったら考察するんですけど、いや俺がどうやって考察するかいいんだよだから。